毎週水曜23時からやっている、楽曲分析生配信、この企画でございますが、今週ちょっと僕のね、スケジュールの都合で、飛ばしてしまったので、今日金曜日やります。この企画は、皆さんのリクエストの中から僕が直感で曲を選んで、その場で皆さんと一緒にその曲を聴きます。で、まあリアクション取りながら、その後即興楽曲分析、まあ個人的に気になったところとかを、話していくと。で、みんなでやれやれ言っていくという感じでございます。まあ分析とは言ってますけれども、企画の趣旨としては、みんなで、みんなが気になってる曲、好きな曲聴き合って、いい音楽に触れていこうみたいなね、そういう感じの配信になっております。まあ、オーマイガールの花火。オーマイガール俺結構好きなんですよ、実は。緑酒って読むか分かんないけど。東京事変。ストーンズ、ストロベリーブレックファースト。ファミコン宇宙人。神宿。カンバセーションファンシー。セブンセグメントってさ、宮野源人さんのバンドだっけ？藤井風さんのキラリ。じゃあね、エスパー行きますか。なんか、すごい何人もコメントいただいてましたよね。エスパー行きましょう。まあ、一回見てますけど、みんなに意見を聞きたいっていうのもあるので、エスパー行きましょう。それでは、皆さんご準備ください。これ字幕は出した方がいいかな。字幕出してみますか。一回目俺字幕出してないんで、出しましょう。一応僕一曲目、ブラックマンバーだっけ？あれも一応聞いてます。まあ、なんかすげえ気合入ってるっていうのは、理解しております。で、このネクストレベルに関しても、一回は聞いてます。だから二回目のリアクションだと思って、皆さん見てください。じゃあ、いきます。5、4、3、2、1、再生。まあ、一回目はね、僕スピーカーで聞いたんで、ヘッドホンで聞くとまた全然印象が違うのかなっていう。NEXT LEVEL。世界観。あ、こういう歌詞だったんだ。なんか未来の乗り物乗りがちだよね、 K-POP ね。気合入ってるよな。いやもう情報量が多すぎて。なんか蛇が出てくるのは基本的に出てくるんだ。ここ不思議だよね。ここのパート不思議だよね。すごいこう昔の懐かしの感じになるよね、一瞬で。なんかボアとかの時代の K-POP を思い出すんだけど。はい、ここで。何なんだろうこれ。何が起きてんだろうこれ。あ、でもなんか歌詞のストーリーとなんかリンクしてそうな感じするな。あ、ブラックマンバがなんか関係してんだ。だからストーリーがめっちゃあんだね。なんかすげえあるんだ。
これな、何なんだろうなこれな。ついに私はドアを開ける。なあ、これでもだからさ、もうロードマップがあってさ、1年2年間ぐらいはこういう曲をこういうストーリーでこういう狙いで出してきますよっていうのが決められてないとここまで作り込めないかなって気がするな。でも明らかになんかストーリーラインがあるよね。はい、聞いてみました。なんかね、楽しみ方は難しい感じはするけどね。結構上級者向けというかさ、あのカルチャーに理解がないと拾えない要素がいっぱいあるんだろうなっていう印象しますね。まあだから曲だけで言うと、そのまあ特に言語がわ、あの韓国語がわかんない言語圏の人にとっては、まあ、あの刺激的な変化ではあるんだけども、その意図っていうのは多分わからないよね。うん、あのなんでそうなったんだっていう感じにはなっちゃうかなっていう気がするな。でも多分なんか意味があるんだろうね、あそこでまあガッと変化するっていうのは。あとあのあそこがすごいね気になるんですよ。まず1個目があのハーモニーが全然なくなる部分、瞬間が結構あるじゃないですか。あのリズム、ビートに歌っていう瞬間が結構この曲多くて、それがやっぱいいなって思っちゃう。あのいいなっていうのは、それやるっていう選択肢があるっていうことがすごい羨ましいなって思っちゃいますね。 J-POP はやらないからね、まずね。 J-POP っていうか日本語のポップスでハーモニーをごっそり抜くっていう歌物っていうのはまずないかなって思うので、それを平気でやっちゃえるっていうのは、あの、羨ましいなって思いますね。それはグルーヴで聴かせられるボーカルっていうか、なんていうか、あとは、まあ、ピッチに関しては、まあ、K-POP っていうのはその修正ありきで、それも込みで音色作っていくってとこあるんですけど、でもそのリズムのこう硬さとかグルーヴっていうのは、それはあのその人が持ってるものがないと結構作るの難しいので、それがないとああいう瞬間っていうのは聞かせられないと思うんですよね。ビートに歌みたいなだけ、ハーモニーなしみたいなところは、うーうー言って、あ、ここだ、あの2回目のうーぐらいでカンカンコンカカンカカンコンみたいな音が入ってきたところが、もうハーモニーが全然ないんですよね。うん、こういうの K-POP 結構やりますけど、これ羨ましいなと思っちゃう。うん、いいなって思っちゃいますね。あとはあの急にボアみたいになるとこ、あそこ何なんだろうね。ボアって SM だっけ、なんかあんのかな、そういう歴史の上に成り立ってるぜ K-POP みたいな、なんかそういうあれとかあんのかな。このここ急になんか燃えてっていう、ここでなんかメロディーとかハーモニーの進行とかが全然今っぽくなくなるんだよね。ここてんてんてれててんっていうとこ、てれててんてててんててれてててんててんみたいな、全然ここだけ聞いたらいつの曲ってなると思うんだよな。もうこの瞬間だけなんだよな。もうそうすげえ不思議。で、その後ガラッと曲が変わって、まあこれは多分なんかそのバーチャルキャラとかも出てくるから多分なんか意味があるんだろうけど、まあそれはよ、俺はよくわからないっていう感じ。こんな感じですかね。ブラックマンバが大事なんだね。ブラックマンバが作り出した幻想クエスト、幻覚クエストを言ってますけど、ブラックマンバに支配された世界がなんかあるんだろうね、きっとね。ワイスピノが原曲です。どういうこと？ワイスピノがって。ワイスピのネクストレベルのリメイク。ワイスピっていう人がいんの？あ、聞き比べてみては。あ、ワイスピってワイルドスピード？これ？ちょっと皆さん聞いてみましょうよ、これ。
あ、スーパーコンボっていう作品の中に出てくる楽曲なんだ。なるほど。いきます。じゃあ再生しまーす。5、4、3、2、1、再生。あ、ほんまや、一緒や。あ、一緒や、まんまや。へえ、どこ変えてんだろうね。なるほどね。もう完全にまんまだね、途中まで。へえ。じゃあ、あの途中から変わるとこが足したとこなのかな。ラララララ言うてますね。これは誰なの、これ、これはどこで流れる曲なの、このワイルドスピードの。なんか普通になんか飲み屋とかで仲間同士で会ってる時とかの後ろに流れるのかね。それともエンディングなのかな。多分このうーがうーに足してるってことか。そういうことか。この曲はなんかうーだけで終わりそうだよね。はいはいはい。なるほどね。じゃあ、あの、ボアになるところから、全然違う曲になって、ブラックマンバがどのこのとか言い出すところを、間に差し込んだってことなんだ。はー。なんでなんでこんなとこから急に拾ったんだろう。2019年の曲。面白いですね。でもだからやっぱなんか違和感、急にどうしたってなんのはやっぱりもともと違う曲だからっていう話なんだ。SM はよくリメイクやります。ああ、そうなんすね。知らんかった。面白かったっす。ということで、まあまんまリアクションっていう感じでしたけど、2曲目、エスパのネクストレベル、聴いてみました。で、あの、元曲も聴いてみました。なんかあるんだろうね。その権利的な問題で、引用してる部分はほとんど変えられませんみたいなのはなんかありそうですよね。本当に一緒だったもんね、ずっと。まあだから、僕がその、日本にはないよね、このアプローチっていう、ハーモニー抜けるとこはないよねっていうのは、そもそもが洋楽であり、さらに映画のサントラに入ってるような曲、まあどういうところで使われてるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、そらアプローチとしてはちょっと違うものがあるよねっていうことだったんですかね。じゃあ次ラストにしようかな。3曲目。リクエストタイム47分までにし、あ、48分までにします。